日本共産党の宮本徹です。一昨日自衛隊ヘリアパッチが民家に墜落するという重大な事故が起きました。人命を失うですね、自衛隊機の事故が続発をしております。事故原因とともに事故続発の背景、構造的要因についても徹底検証することを求めたいと思います。そして各紙の社説でも背景としてですね、自衛隊の任務の拡大の影響とともにアメリカから最新鋭兵器の購入費が膨らむ一方、兵器の維持費や修理費、隊員の確保や訓練にしわ寄せが及んでいるのではないかと、こういう指摘が、たくさん出ております。そこで今日は、長距離巡航ミサイルの導入、敵地攻撃能力の保有について質問いたします。まず大臣にお伺いしますが、来年度予算で初めて長距離巡航ミサイルの導入が盛り込まれました。この3つのミサイルの射程はいくらですか。小野寺防衛大臣。ミサイルなどの射程距離は、これを明らかにすれば我が国の具体的な防衛能力を、暴露することに直結することになりますので、従来からお答えは差し控えますが、その上であえて申し上げれば、前年間などの交換資料、公にされている資料によれば、JSM は約500キロメートル、JASM は約900キロメートル、ロラズムは約900キロメートルであると承知をしております。なお、これらはあくまでも交換情報ベースのものであり、自衛隊が導入した場合における実際の射程距離を示すものではありません。以上。資料に配っている通りで、別にもったいぶって話すような話じゃないんですよね。で、大臣、日本の領空からですね、900キロ圏内にある外国、ロシアや中国、北朝鮮の主な都市と、基地について教えていただけますか。防衛大臣、小野寺一徳君。ご指摘であります、あくまでも一般的な地図情報に基づいて、単純に計測すれば、我が国領空からの900キロ圏内には、例えば朝鮮半島全域、中国東北地方及び中国南東部の一部、並びにロシアの沿海地方などが含まれると思います。宮本君。ロシアのウラジオストックだとかですね、重要な他国の軍事拠点にまで届くと。いうことです。ちょっと私も参考程度に資料を3ページ目につけておきました。そしてそういうことになりますとですね、敵基地攻撃能力を持つということはですね、明々白々だというふうに思います。今日資料のですね、4ページ目にですね、かつての伊能防衛庁長官の答弁を配っております。こう言ってます。誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地を叩くということは、法理的には自衛の範囲に含まれており可能である。しかし、このような事態は今日においては現実の問題としては起こりがたいのでありまして、こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって、平生から他国を攻撃するような攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではないと。こう述べてきたわけですが、ロシアや中国まで届く長距離巡航ミサイルを保有するということは、この見解に反するんじゃないか。政府はこの見解変えたんでしょうか。小野寺防衛大臣。ご指摘の、資料は昭和34年の国会の審議の資料と承知をしております。ご指摘ありますスタンドオフミサイルというのは、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、諸外国の航空能力の進展が著しい中、我が国防衛に当たる自衛隊機が相手の脅威の圏外から対処できるようにすることで、自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国を有効に防衛するために導入するものであり、敵基地攻撃を目的とするものではありません。その上で、このミサイルの導入は専守防衛のもと、あくまで我が国の生命、我が国国民の生命、財産、我が国の領土、領海、領空を守り抜くため、自衛隊の装備の質的向上を図るものであり、従来の政府の説明を変えるものではありません。いずれにせよ、専守防衛は、
我が国防衛の基本方針であり、今後ともこの方針はいささかの変更もないと考えております。宮本君。つまりこの井野防衛庁長官の見解は今も維持しているということでいいですね。それ確認させてください。小野寺防衛大臣。私どもとしては今回ご指摘のスタンドオフミサイルは一層厳しさを増す安全保障環境の中、聞いてください、諸外国の能力、航空能力の進展が著しい中、我が国防衛にあたる自衛隊機が相手の脅威圏外から対処できることで自衛隊員の安全を確保しつつ我が国を有効に防衛するためのものだと考えております。山本君、ちょっと質問に答えてないですよ。この見解を変えたのか変えてないのかっていう、そこだけ答えてください。変えてないなら変えてないって一言だけでいいんです。小野寺君。寺防衛大臣。このミサイルの導入は専守防衛のもと、あくまでも国民の生命財産、我が国の領土領海領空を守り抜くため、自衛隊の装備の質的向上を図るものであり、従来の政府の説明を変えるものではありません。じゃあこれ変えてないってことでいいですね。そういう先ほど敵基地攻撃を目的としたものじゃないということをおっしゃってますけども、あの資料の5ページ目につけておりますが、自民党が昨年3月に、まとめられた弾道ミサイル防衛の迅速かつ抜本的な強化に関する提言、政府に3点求めております。1点目、弾道ミサイル防衛能力強化のための新規アセットの導入、イージスアショアなどですね。2点目、巡航ミサイルをはじめ我が国としての敵基地反撃能力を保有すべく政府において直ちに検討を開始すること、とこの提言、小野寺さんが大臣になる前に自民党の検討チームの座長としてまとめたものですよね。さっき敵基地攻撃能力を目的としてないということを言いましたけれども、大臣自身がですね、自分で敵基地攻撃能力を保有せよと求めて大臣になって、それをそのまま具体化したってことじゃないですか。ごまかさないでください。小野寺防衛大臣。私どもとしては、いわゆる、ご指摘の敵基地能力に関しては日米の役割分担の中で米国の弾薬力に依存しており、政府としては今後ともこれまでの日米間の基本的な役割分担を変更することは考えておらず、このことはご指摘のスタンドオフミサイル導入によっても変わるものではありません。宮本君。大体ですね、大臣になる前はですね、これは敵基地攻撃能力だと、大臣になったら敵基地攻撃能力ではないと、そんな言い分はですね、通用しないですよ。さっきヤジでですね、これは反撃だって言いましたけども、反撃か攻撃かと、それは問題じゃないんですよね。今まで相手の領土に届く兵器は持たない、これが今まで専守防衛だということで説明してきたことじゃないですか。小野寺大臣はですね、大臣でないときに提言しただけじゃないんですね。前回大臣だったとき、テレビでおっしゃったこと覚えてますか。2013年10月3日、日米の2プラス2がありました。その翌日、テレビで小野寺大臣、こうおっしゃってるんですね。敵基地攻撃能力について、2プラス2で共通認識になった。米国だけで難しいのであれば、日本にどういう能力が必要なのか、装備が必要なのか、慎重に検討すると。こう発言されてますよ。大臣、日米両国でこの5年も前から敵基地攻撃能力の保有について検討してきてるじゃないですか。小野寺防衛大臣。どのような文脈のお話かということは理解、承知しておりませんが、いわゆる敵基地攻撃については日米の役割分担の中で、米国の弾薬力に依存しており、日米としては、日本政府としては今後ともこれまでの日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていないということであります。そして、先ほどからお話しされますように、私どもとしては自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国を有効に防衛するための導入であります。自衛隊員も人の子でありますので、その安全を確保できるような防衛装備は私どもは必要だと思っております。宮本君。その基本的な役割分担変えないと言いながら、変えるということをですね、そのことを検討しようと、敵地攻撃能力を検討しようと、大臣はテレビでおっしゃってたんですよ。テレビで言ったことはですね、消えないですよ。ごまかさないでください。
それからですね、大臣、記者会見でですね、だとかこの間、委員会の答弁で、スタンドオフミサイルだけでは敵基地攻撃能力が発揮できないと、それ以外のさまざまな能力を持たなければいけませんし、現在、自衛隊がそのような装備を持つことは想定していないと、こういうふうにおっしゃられています。ところがですよ、昨年4月の朝日新聞のインタビュー、私見ました、大臣、こうおっしゃってるんですね、敵基地攻撃についてですね、対象を特定する衛星や迎撃を防ぐ電波妨害装置なども必要だが、何も全部持つ必要はない、米国と協力すればいい、こう言ってるんですよ。大臣、つまりですね、アメリカと共同すれば、今度この巡航ミサイルを保有すれば、能力としては敵基地攻撃は可能になるということなんじゃないですか。野寺防衛大臣。委員がどういう趣旨で、私の発言というんでしょうか、記事を捉えていらっしゃるか分かりませんが、私どもとしては、当然、今回のスタンドオフミサイルというのは、相手の脅威圏外から自衛隊員が安全を確保しつつ、我が国を防衛するために必要な装備だと思っておりますし、いわゆる敵基地攻撃能力については、日米の役割分担の中で、米国の弾薬力に依存しており、政府としては今後とも、この日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていないということであります。山田君。いや、聞いたことに答えていただきたいんですけれども、大臣はアメリカと協力すればできると、アメリカは衛星持ってると、電波妨害装置を持ってると、だからアメリカと協力すればできるって言ってきたんですよ。能力としてはどうなんですか。意図としては今一生懸命否定されてますけども、敵基地攻撃を。能力としてはアメリカと協力すればできる。これ大臣は朝日新聞のインタビューで嘘を言ったってことですか。野寺防衛大臣。まず私ども今回のスタンドオフミサイルは、隊員の安全な任務の遂行に必要なものだと思っております。その上で、私が大臣に就任する前、自民党の検討チームの座長として弾道ミサイル防衛の迅速かつ抜本的な強化に関する提言を取りまとめ、その中では日米同盟全体の総合力で対処する方針を維持した上、日米同盟の抑止力、対処力の一層の向上を図るために、敵基地反撃能力の保有の件とも提言をいたしました。他方、防衛大臣就任後は、安倍内閣の一員として、内閣の方針の下で職務に取り組んでおり、防衛大臣としての敵基地攻撃についての見解は、これは今まで申し述べてきたとおりであります。山本君。私が聞いたのはですね、あなたが能力としてはできると、アメリカの協力をですね、得れば、他のね、いろんなものを装備体系、日本として揃えなくてもできると言ってきたじゃないかということを言ってるんですよ。ここの委員会で、あなたは繰り返し、いろんなね、装備体系を持たなきゃ、ね、敵基地攻撃能力は揃わないんだと言ってきたけども、それは大嘘じゃないかということを言ってるんですよ。まあ、何回聞いても同じことしかおっしゃらないから、次に聞きますけども、じゃあ、確認しますけども、まあ、敵基地攻撃を目的としたミサイルではないということは、未来にわたってですね、未来にわたって、今度導入する巡航ミサイルを使って、敵基地攻撃をすることは絶対にない、そういうことですね。野寺防衛大臣。まず宮本委員におっしゃいます、私はあなたではなく、小野寺と申します。それから先ほど来お話をいたしますが、私どもがこのスタンドオフミサイルを保有するのは、あくまでも隊員が安全に、そしてこの国をしっかり守るために必要な装備であるということが基本であります。そして私ども繰り返してお話をさせていただいておりますが、日米の役割分担の中で、アメリカが縦の矛の役割をし、日本が縦の役割をするという基本的な役割は変わらないという答弁を繰り返しさせていただいております。宮本君。そういうことじゃないですか。絶対使わないのかということを聞いてるんですよ。小野寺君、防衛大臣。
私の責任で言える立場は、政府としての、現在の考え方ということになります。宮本君。絶対使わないのかと聞いてですね、敵地攻撃に絶対使わないということがですね、何回聞いてもですね、おっしゃらない。結局はですね、これで導入したら敵地攻撃能力を持って敵地攻撃として使うこともあり得るって話じゃないですか。極めて重大ですよ。中谷元大臣も正直述べてますよ。やむなく必要とあれば北朝鮮の基地に対して攻撃することも可能な能力と持つことになると。皆さんですね、大臣になったら国民に向かってこれは敵地攻撃じゃない、敵地攻撃じゃないと説明して、大臣じゃないときはですね、これこそ敵地攻撃能力だと言って回ってるんですよ。こんな無責任な話ないですよ。明らかなですね、敵地攻撃能力を持とうとしているのに、国民を欺いて敵地攻撃能力を手に入れていることはとんでもないと言っておきたいと思います。から防衛省がですね、巡航ミサイル導入に向けて、調査した成果報告書というのがございます。2017年3月にまとめられたものです。まあ、この中でも、ロラズムについて記載があります。見るとですね、ロラズムの地上発射型についても調べてるんですね。ロラズムの地上発射型は MK41 から撃つと書かれておりますが、小野寺大臣、先日イージスアショア視察に行かれたと思いますが、イージスアショアの発射装置というのは MK41 でしたよね。小野寺防衛大臣。質問通告がないので確認をしたいんですが、 MK41 というちょっと私そこまで詳しくないものですから、もし差し支えなければ政府委員の方から、答弁させたいんですが。宮本君。すぐ答えますか。これ確認だけです。 MK41 MK41 ですよねと、それだけです。小野寺防衛大臣。今確認をいたしました。イージスアショアの水族発射装置が MK41 という型式だというふうに今報告を受けました。宮本君。で、 MK41 だという話なんですね。これこの報告書を見ますとですね、地上発射型は MK41 だと書いてます。私不思議なんですよ。なんで地上発射型のミサイルまでわざわざ防衛省は調べたんですか。小野寺防衛大臣。今ちょっと報告がありました。ロラズムの、性能一般を調べるために、調べたというふうに報告を受けております。宮本君。いやロラ、だって皆さん空対地ミサイルを導入するんだという話をずっとこの間記者会見でも本委員会でも説明されてきているわけですが、地上発射型ま でどういう装置で発射できるのかということまでわざわざ調べているわけですよね。でイージスアショアはですね、ミサイル防衛だけでなく敵基地攻撃もできる。だから、ロシアも猛烈に今反発をしているということになっています。私は配った資料で900キロ圏内山口の宇都宮演習場からくるっとやるとちょうど北朝鮮がほぼ入ると、それから秋田の新谷演習場も名前上がっておりますが、ここからやるとですね、ロシアのウラジオストクなど重要な軍事拠点が入るわけですよね。つまり今度導入しようとしているイージスアショアと長距離巡航ミサイルセットで保有するとロシアが脅威に感じているようにですね、まさに他国が攻撃的な脅威を感じる兵器になるということだと思います。河野大臣、ロシアは攻撃的な脅威を感じてるんじゃないですか。河野外務大臣。ロシアの意図についてお答えする立場にございません。宮本君。ロシアは何と言ってるんですか。河野大臣、ロシアはこのイージスアショアを日本が配備することについて何と言ってるんですか。河野外務大臣。ラブロフ外相と会談の中で、このイージス発射をアメリカが運用するのではないかとラブロフ外務大臣がおっしゃったことがございます。これは日本が運用するものだというふうにその場で訂正いたしました。宮本君。たくさんですね、ラブロフ外相のですね、発言はですね、ネット上でも見れるわけですけれども、まさにこれは攻撃のように使えるじゃないかということでですね、日本政府に対して懸念を繰り返し繰り返し表明しているわけですよね。
で先ほどぐらいですね、敵基地攻撃を意図したものじゃないということを書いてますけれども、この巡航ミサイル導入にあたってのですね、調査のですね、報告を見るとですね、調査方法こう書いてあるんですよ。調査対象の誘導弾の機能性能等の要求事項は以下の通りであると、艦艇等の海上目標及び地上目標に射撃できるシステムであること、射程は300キロメートル以上であること、丸3、敵艦艇等を撃破または構造物等を破壊する弾頭を有することと、遠距離の地上のですね、構造物の破壊を念頭に調査しているんですね。大臣は記者会見で島嶼防衛のためということをおっしゃいましたけれども、尖閣諸島にですね、破壊すべき地上の構造物なんてですね、ないですよ。この調査の目的はですね、明確に保有の目的は敵基地攻撃だということを示しているんじゃないですか。それから空母についてもお伺いしたいと思います。報道では垂直離発着型の F-35B の取得や F-35B が運用できるようヘリ空母出雲の改修などを検討していると、言われております。火のないところにですね、煙は立たないわけですね。大臣、どんな検討をされているのか正直に話していただけますか。小野寺防衛大臣。私は先ほど来正直を話していると思っております。それから先ほど委員がお持ちのその、資料というのはちょっと私どの内容での資料かちょっと分かりませんが、今ご質問は空母のことなんだと思っております。これはおそらく F-35 の B のことを言うんでしょうか。もし F-35 の B のことをおっしゃっているのであれば、私ども今防衛力のあり方についてはさまざまな検討を行っておりますが、一環としては F-35B は我が国導入している F-35A とベースが共通であり、空母です、空母について。あ、そうですか。じゃあちょっと空母、F-35B と空母両方です。 F-35B についてはこれを導入することを目標とし、そしてそのための具体的な検討を行っていることはありません。また出雲の問題なんだと思うんですが、出雲については私どもは空母ということではなく、これはあくまでも、ヘリコプター搭載型の護衛艦というふうに考えております。宮本君。昨年ですね、海上自衛隊は、DDH の航空運用能力向上に関わる調査研究というのをやっております。DDH というのはヘリコプター搭載型の護衛艦ですよね。でこの調査研究は公募で、募ったわけですが、応じたのはですね、出雲日向を建造したジャパンマリユナイテッド社だけだった。昨年4月に契約を結んでます。でこの調査研究のですね、契約希望者募集要項には応募資格がこう書いてあります。次の知識能力を有する者として、あ、日向型および出雲型護衛艦の機能性能に関する知識、い、あを踏まえて新種航空機を運用するために必要な機能、チョン、性能を検討評価する能力と記されています。ここの新種航空機というのは何でしょう。小野寺防衛大臣。まず今のその、調査研究というんでしょうか、ちょっとその具体的なことがよく分かりません。ちょっとお答えはしにくいかと思うんですが。宮本君。質問通告でですね、この間の検討状況を全部聞くよと言ってたわけですけども、知らされてないんですか。いや、大臣はですね、空母の保有の検討を行っていないということをこの間繰り返されたわけですが、大臣に伝わってないのかも分からないですが、新種航空機の運用にするための必要な機能性能を検討評価する能力を持っているものに対して、DDH の航空運用能力向上に関わる調査研究というのを求めているわけですね。この今わからないんでしたら、この調査研究結果黒塗りなく出していただけますか。小野寺防衛大臣。何か出雲のことをお話しているので、あくまで、繰り返しますが、護衛艦出雲は3年前に就役したばかりであり、今後40年程度は我が国の防衛任務に当たることとなります。
このため今後の防衛力の在り方について検討する中で、将来を見据えた出雲の活用方策について検討、さまざまな検討を行っていることであります。他方これまで出雲を将来 F35B を運用する空母に改修することを目標として、その実現のための検討を行ってきた事実はありません。現時点で個別具体的な装備品の取り扱いについてお答えできる段階にはありませんが、専守防衛は当然の大前提とした上で、従来の延長線上ではなく国民を守るために真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めていく考えであります。山本君。いやだから検討を、ね、空母に検討したことないというんですけども、ここで新種航空機って話が出てくるわけですよ。新種航空機、新種航空機って普通なんだろうというのもあるんです。今積んでるものじゃないもの、普通そう考えますよね。ね、この新種航空機っていうのはですね、何なのかっていうのは大臣も知らないってことですから、空母の改修に向けて F35B も含めて検討している可能性があるってことじゃないですか。この資料を出していただけますか。小野寺防衛大臣。この資料と言われても私通告がありませんし、お答えのしようがないと思います。山本君。これ別にネット上で取れる資料ですからね。DDH の航空運用能力向上に関わる調査研究、契約を締結した年はですね、昨年4月20日です。この DDH の航空機運用能力向上に関わる調査研究、一式をですね、本委員会に提出していただきたいと思いますが、委員長、お取り計らいよろしくお願いいたします。理事会で検討させていただきます。それ以外にもですね、私その前の年にですね、出雲型護衛艦航空機の運用の、航空機の用法の運用試験というのもやっているので資料請求しました。これもいまだに出てこない。なぜ出てこないのかと思います。大臣はですね、F35B 運用できる艦船、大変関心が高いんじゃないですか。防衛省も関心高いんじゃないですか。今年佐世保に米軍の強襲揚陸艦ワスプが配属されました。 F35B を搭載しております。同型艦の視察をですね、前回の大臣だったときに小野寺大臣やられてますよね。そして翌年にですね、そういうものを調べようということで調査費を計上して、2016年にオーストラリアのですね、キャンベラ級強襲揚陸艦の研修調査っていうのがですね、その予算に基づいて行われております。私もこのオーストラリアのキャンベラ級強襲揚陸艦を調べましたら、これは F35B を搭載できるようにするために改修計画があった。しかし少々の自由で断念したということです。じゃあその調査の報告くれと言ったらですね、出てきました。開いたらですね、真っ黒なんですよ。一番たくさん真っ黒なのは航空機の運用機能、これ真っ黒ですよ、ね、ここにですね、 F35B 運用への改修の課題というのがですね、書かれてるんじゃないですか。だから真っ黒リストするんですが、私はですね、包み隠さずですね、明らかにすべきだと思いますよ。F35B が運用できる艦船は憲法が禁じた攻撃型空母に他ならないと厳しく指摘しておきたいと思います。さらに報道ではですね、防衛省が次期中規模で EA18 グラウラーを導入することを検討していると報じられております。防衛省が作成したポンチへ今日配布した資料の1枚目につけております。敵地攻撃に必要な装備体系をまとめたもので、赤い字でエスコート妨害機とあります。攻撃機に随伴し、主として敵の航空レーダーや、サムに対し電子妨害を実施する電子攻撃機、米軍の主なエスコート妨害機が EA18、グラウラーなわけですよね。で防衛省はですね、今電子戦に関する調査研究というのも発注しております。成果物は3月に出てくる、ようですね。で発注にあたっての仕様書を見ました。こう書いてます。各電子戦機能、電子攻撃、 EA電子防御、電子支援の基本的な考え方と目的等について調査を実施し、電子戦の能力から期待される効果を把握するために必要な事項を抽出するなどなどあります。対象としてですね、各国の国防機関、研究機関、あるいは電子戦関連装備品の製造会社、
書かれております。これ見ますと電子攻撃 EA 調査しているということは、この研究の中でですね、調査の中でアメリカの EA18 グラウラーも調べてるんじゃないですか。小野寺防衛大臣。まず先ほど強襲揚陸艦のお話がありましたが、私は前の大臣の時にフィリピン の、 台風災害の支援をさせていただきました。その時自衛隊は例えば護衛艦と輸送艦等で行きますが、強襲揚陸艦は救助もそしてまた補給も一つの船でできる、大変災害には優れた船だなと個人的には思っております。その上で今E18 グラウラーの話だと思います。 EA18 グラウラーの話だと思いますが、防衛省自衛隊においては各種事態への実効的な抑止及び対処の観点から従来から電子戦にかかる能力の向上に努めております。これまで例えば各種事態等の兆候を早期に察知し迅速に対応するため周辺区域において艦艇や航空機の電波情報の収集を行う航空機である EP3や YS11EB により電波情報の収集を行っているほか、敵による電波妨害を模擬する航空機である UP3D を用い電波妨害を行われた場合を想定した訓練の実施、また敵航空機等のレーダーを妨害する能力を有する F35A の導入を進めております。他方でお尋ねの電子戦闘機 EA18G グラウラーですがなどのエスコート妨害機についてはこれまで将来の防衛力の在り方に関する基礎研究の一環として情報収集等を行ったことはありますが、これらを導入することを目標としてその実現のための具体的な検討を行っているわけではありません。いずれにしても将来的な戦闘要素を踏まえれば陸海空という伝統的な領域のみならず宇宙サイバーといった新たな領域やさらに電磁波利用の優越の確保も重要な課題であります。今後の防衛力の在り方に関しては防衛大綱の見直しを進めることとしておりますが、専守防衛は当然の大前提としながら我が国を取り巻く厳しい現実に真正面から向き合い従来の延長線上ではなく国民を守るために真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めてまいりたいと思います。なお現時点では見直しの具体的な方向性や個別の具体的な装備品の取り扱いについてお答えできる段階にはありませんが、専守防衛は当然の大前提としながら国民を守るため必要な課題をしっかりと検討してまいります。宮本君。今までも EA18 にも含めて情報収集を行っていると。じゃあ今度の研究でもですね、さらに EA18 について詳しく調べている可能性もあるということは否定されなかったということだと思います。で昨年度ですね、自衛隊の統幕学校の研修で米軍の EA18 の研修も行っている、わけですね。今日防衛省のポンチェをお配りしましたけども、赤い字は今ないもの、です。ところがですね、この赤い字の無人偵察機、今グローバルホーク予算措置されております。それから AGM、空対地巡航ミサイル今回の予算で購入しようとしています。そしてエスコート妨害機、これもですね、今情報収集を進めているという話です。まさに敵地攻撃能力に必要なものを次々ですね導入しようとしているということじゃありませんか。小野寺大臣はですね、朝日新聞のインタビューで述べられたことを私紹介しましたけれども、もう今度の巡航ミサイル保有でですね、まさにアメリカと共同して敵地攻撃能力を行える能力を日本は保有することになります。ごまかしの答弁続いてますが、私は憲法違反なのは明々白々だと思いますよ。そして役割分担変えない変えないということをさっきからおっしゃってますけども、大臣が8月2プラス2でですね、次期中止規模を見据えてこういうことを盛り込まさせてるわけでしょ。同盟における日本の役割を拡大し防衛能力を強化する、これ盛り込んでアメリカに約束したわけですよ。専守防衛は変わらないどころか日本も矛の役割を担う方向へ着々と進んでいるというのが実態じゃありませんか。安倍政権はですね、憲法9条自衛隊に明記しようとしていますが、明記しようとしている自衛隊は専守防衛から大きく離れ敵基地攻撃能力を持ちアメリカとともにですね戦う自衛隊にされようとしていると。そういう方向に進んでいけばこの地域のですね緊張をさらに高めて
軍拡の悪循環をですね、招いていくということになると思います。長距離巡航ミサイルの保有は撤回し、憲法9条を変えることも断念することを強く求めたいと思います。そしてですね、自衛隊員の安全や市民の安全をそっちのけに高額な武器の購入をですね、どんどん拡大していくと、こういうことはですね、もってのほかだということを指摘して質問を終わります。これにて